こんばんは。寒っ。TikTok 皆さん見てくださりましたか？ TikTok 彼女目線だ、うん、か、彼の、彼氏目線か、彼氏目線なん動画見てくれましたか？サブ、今日はもうね、最近この見える、これ見えますか？これにハマってるんですよ。ハーフアップにハマってて、なんかリボンみたいな、バレッタっていうかな、なんか下巻いちゃった、バレッタ、バレッタピンみたいな、これこれつけるのにハマってます。昼公演期待した。夜でした。夜でした。彼女感あるね。マイ助かる。 TikTok よかった？嬉しい。結構あれね、夜遅くに撮ったんですよ。でね、時間かけて撮ってくださったので、拡散よろしくお願いします。よろしくお願いします。目でか。27回ぐらい。めっちゃ見てる。夜なんかある現地見た、どうでしたか？え、あれ気づいた方おるかな、アンコールガール出るほんま10秒前ぐらいに、ドアを開けてくださるスタッフさんがいるんですよ。その人に「え、ちょっと見せてください」って言われて、スケッチブック見せたら、妄想のもう違いますよって言われてびっくりした。妄想のもうを忘れるって書いてたんですよ私。でも残りもう10秒出なあかんからバレへんかなと思って出ました。そのまま暴走になりました。そう、リボンかわいいやろ。 TikTok 死ぬかと。生きてくれ。似合ってる？そう、最近なんかハマってるんですよ、ハーフアップみたいなの。こんばんは、初見です。お、テレビリーさん、クマありがとうございます。今日も書けないんですけど、こんばんは。とても素晴らしかったです。やったー。朝はご飯派です。私なんかね、菓子パンそんなに好きじゃなくて、お、パン屋さんのパンは好きです。まいちゃんを押したくなってきた、今日この頃。お？お？今日この頃。ぜひ押してください。夕方やと思って、夜めっちゃ夜、もう公演終わって10時11時ぐらいまで撮ってて、そうだから老若が、いや前は全然撮ってもらってたみんなんですけど、スタッフさんが撮ってくださって、なんか分からんけど、あんちゃんもついてきてくれて。そう、なんかあんちゃんは付き添いでなんか来てくれた。こんばんは。そう、暴走やって、なんか自分でも書きながらちょっと違うなと思ってたんです、妄想の妄が。でもなんか自分を信じた結果間違ってました。滑舌やば、ごめんなさい。滑舌えぐきょ。これ可愛いでしょ、このニット。なんかね、ポロシャツみたいなニット、ポロシャツニットっていうんかな、
わいい。ゴルフ、あ、さなぎチャンネル見てくださりましたか？ TikTok もめちゃくちゃかわいい。やった、TikTok で不覚にもニコニコなんかしてんが全然よくなかった割りつんでる。あ、そうそう、今日も探偵コート着てます。探偵、なんかケープがついてないから探偵ではないんですけど、めっちゃ長いんですよこれ、くるぶしぐらいまであります。お気に入り、最近の最近こればっか着てる。私気に入った服が見つかったらそればっか着ちゃうんですよね。あの TikTok 撮られてる時は何考えて写ってるの？え？あ、撮られてるって撮られてるなって思いながら撮ってました。あんちゃんバージョンはない、あんちゃんは撮ってないんですよ。どうなんやろ、あれシリーズかなんかな、分からへんけど。ちょっとリップ塗ってもいいですか？ちょっと見てください、メイクポーチ以上、見せたかっただけ。あんちゃんは付き添いで来てくれました。これちょっと私家からカメラスタンドみたいなの持ってこようかなと思って。これなんか机に挟むスタンドなんですよ、だからねめっちゃ不安定なんですよ。なりなり、オッケー、オッケー、ふい。卒業するまで推し登録変更しないことをここに約束します。あ、もうスクショしますよこれ嬉しい、そんな言ってくれんの、ありがとうございます。そうジュッティ、だいぶ前のミックスジュースでごぼうって言われてたからマジのことごぼうって呼んでる。悪口やそれなんとでも言ってください。ごぼうか、もうか滑舌、あ、ほんまにほんまにごめんなさい皆さん。ちょ、昨日歯を抜いて私の抜歯生活は終わったんですけど、なんか歯抜いてから余計滑舌悪くなった滑舌も言われへんねんけど。これでもう歯抜くのはなくなったのでもう一安心です。漢字について前は自分を信じちゃダメ、いやほんまにな、いやほんまに自分信じひん、もう自分信じひんって言ったお、明日ゴルフ行くから応援して、コースですか？私でもコースは回ったことないんでね、ゴルフの動画見てから打ちっぱなし行きたくてしゃあない。やっぱさ、なんか見てたらめっちゃ簡単そうに見えるけど実際ゴルフってめっちゃ難しいですよね。こんばんは。あ、あ、そうそう、何グラを考えようと思ってたんです。インスタはねどうなんやろ、もうちょっとしてからなんかな、多分もうちょっとしたら分からへん、どうなんでしょうか。そう、あの緑のパーカーもお気に入り。そう、なんかさ同じ服ばっか着たらさこれしかないんかってなっちゃいそうやけどさ、なんか服あっても今日この気分じゃないっていうのがあるんですよ。新しい服買っても今日はこれじゃないなっていうのが続いて、なんか服ないになっちゃう。うさぶ、お、コスピーさん、クマありがとうございます。
それ萌え台詞で優勝すればなんかスタンドもらえるって書いてたね今回。萌え台詞前は私空砲の時何言ってましたっけ、なんか予約するみたいな言ってた。今日ショップでまいちゃんの生誕 T シャツキーホルダー買って、嘘、ありがとうございます。初見です、やった。そういや昨夜推し登録買いました。誰から誰と、それ前から誰かやったらめっちゃ気をつくで、それめっちゃショックなやつ。そう、元から滑舌元から悪いんです、悪いんですけど余計悪くなってもう訳わからんことになった。こんばんは。それでも、え、先日届いた直筆チェキ、最高のご時世、え、なに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 、ご時してた。それチェキな、サイン書くときなんかにじんじゃったりとかして申し訳ないんですけど、それも、それ当たりです。TikTok はねまだあんまり考えてないかな。インスタやね、どうやろ。うしゃぶ。そう、なんで、なんで、あ、そうそう、なんぐらなんぐらなんぐらです。皆さんど、クリスマスの萌え台詞やったっけ。あ、来年のクリスマスも予約していい。あ、そうやそうや、それの動画バージョンでもいいよね。なんかいいか、何がいいかな。来年の、来年のクリスマスネタに走った方がいいんかなネタに走るんかガチのやつかどっちがいいんやろね。2位でスタンド、1位やと収納ポーチ。うわ、めっちゃ便利やん。美人ですね、スタイル維持する方法。いや、初見さんでありがとうございます。え、スタイル維持食べる、え、わからへんねなんもうね、食べましょう。いっぱいいっぱい食べてください。ね、インスタライブとか面白そう。言うてショールームってあんま変わらへんか、どうなんやろね。やったことないか分からへんけど。こんばんは。なんか、あ、若にゃんから連絡が来ました。ガチ？ガチかガチのやつか。何がいいんやろ。クリスマスでしょ。クリスマス、クリスマス、わかんないわかんない、どうしたわかんない。お前キュンセリフなんかわかんない。え、24がかっこいい。24はイブで25が本番、クリスマス。じゃあ絶対テイク30ぐらいいってもらって、そんな
最近マイティ気になってます。なんやってありがとうございます、嬉しい。ツンデレってむずいでな、何がいいんやろ。だってガチってさ、ガチって恥ずかしいでしょそんなだって動画ですよ。え、おい、何ぐらい終わったらもう消しちゃうかも。まあ許してください。それでも動画か。いや何を、おい、恥ずかしいやんか。動画は恥ずかしいわ。ツイートだけならまだしもね。ダルマナウいいな。うわ、マジ串カツ食べたい。串カツ食べたい。ワイシャツはたくさん抜いたけど、ワイのこと頭からもうすぐ寝たやんね。お、絶対にワイ先生さんと言わせイフの夜ベゼだってか。ガチやな。ガチで行こうか。でも予約、あの前の空港公園でした。予約していいみたいなで撮ろうかな。保存す画面録画とかされたらもう恥ずかしすぎるやろ。黒歴史いや、お下手したら黒歴史になるからね、これ。だからほどほどにね。こんばんは、よし。じゃあ予約系でいいの考えます。予約系っておかしい予約、うん、空砲の時のやつをちょっとアレンジできるかな。ガチでかん、あ、かん頑張りますあ、よし、やばい、反省会が終わったのでランキングを読みます。予約系でいきますね。予約されてください、皆さんは。じゃあいきます。ランキング13位、みものさんありがとうございます。で12位、あっちさんありがとうございます。で11位、しげいや5度目ぐらいした11位、しげやんさんありがとうございます。で10位、およぎさんありがとうございます。で9位シロちゃんありがとうございます。で8位ミヤッチさんありがとうございます。で7位清文さんありがとうございます。で6位みーちゃんありがとうございます。で5位2番目のともさんありがとうございます。で4位杉蔵さんありがとうございます。ほんで3位まきちゃん、3位おめでとう、ありがとうございます。いいそして、ほんでほんでタイム、ほんでほんで2位コスピーさんありがとうございます。2ありがとうございます。ほんでほんでラスト1位テルビリーさんありがとうございます。くまくま1位おめでとうございます。ほんならほんならはい、頑張って、今日、いや今
家帰って撮ります。ほんじゃ皆さんありがとうございました。バイバーイ。ほんでほんで。